名神高速に設置されている N システム自動車ナンバー自動読み取り装置とは、日本の道路に警察が設置する走行中の自動車のナンバープレートを自動的に読み取り、手配車両のナンバーと照合するシステムである。手配車両の追跡に用いられ、犯罪捜査の重大な手がかりとなることもある。通称は N システムである。本装置は、それぞれの都道府県によって名称が異なっており、車両操作支援システムまたは、初動操作支援システムもしくは、車両ナンバー操作支援システムあるいは、悪質重要事件捜査支援システムないしは、緊急配備支援システムなどと示されることがある。また、名称を公開していない県もある。日本の高速道路のインターチェンジにある、車両番号読み取り装置は、AAVI システム、渋滞情報など、移動時間の取得に使われるものは、旅行時間測定システムという。同様のシステムは、イギリスのロンドンなどにもある。増え続ける交通事情に対応し、車両全体を警察により監視する必要性があるとの判断により、科学警察研究所の鳥羽邦夫によるアイデアが発端となり1980年代後半に研究所が NEC と合同で開発した。1987年に東京都江戸川区新堀の国道14号に設置されたのが実用第1号。ナンバーの頭文字を取って N システムと呼ばれるようになった。全国に2015年5月時点で1690台が設置されている。1690台の内訳として、警察庁の設置台数は1511台であり、都道府県の設置台数は179台である。自動車利用の広域犯罪が発生した場合に、交通検問による渋滞等を引き起こすことなく、現場から逃走した被疑車両を速やかに捕捉し、犯人を検挙すること及び重要事件等に使用される恐れの強い盗難車両を捕捉し、犯人の検挙及び被害車両の回復を図ることなどを目的として整備されているものである。N システムを通過した車両をすべて自動で記録し、警察の手配車両リストと自動的に照会する。手配車両が通過してナンバープレートがヒット、またはニアヒットした場合、手配車両と推定されると同時に、車種、所有者、メーカーなどが自動的に割り出される。手配車両と推定されてから、自動処理が完了した後にチームナビ及び警察無線に N5 ヒットの一斉指令が関係部署に伝達されることで、ヒットした車両付近の警察官、巡回中のパトカーや捜査車両にも通知され、通信指令室等からの命令に従い、該当する手配車両を追尾し、失追や包尾等がなければ、検挙となる。盗難などの手配車両の監視、自動車利用犯罪の被疑者の追跡などで用いられ、重要犯罪等発生時などには不審車両の洗い出しにも使われる。取得されたデータは、一定期間保存され、誤検索も可能である。高速道の料金所では、停車位置の前面に、特殊な補助照明装置をつけて設置し、車両通過時にナンバー、搭乗者を撮影するものもある。対象者が路肩走行する場合でも発見するため、すべての車線に加えて路肩にも設置することもある。速度違反自動取締装置の中には、N システム同様に、道路情報にカメラが設置されるため外観が類似している機種がある。最近では、小型の同装置を、地方道に設置し、裏道走行による追跡失敗の防止や逃走防止を図っている。可搬型 N システムの運用が開始された地域がある。可搬型当該装置は犯罪の発生場所に応じて設置場所を自由に変えることができる。また、基本的に未設置の可搬型当該装置があれば依頼に応じてすぐに設置できる。可搬型当該装置は一定地域で連続的に発生する事件について、該当する事件に関連する種々の事案が重大化しないうちに、できるだけ早期に事件解決が望まれる場合においての活用が想定されている。1999年発出の警察庁提携規発第165号自動車ナンバー読み取りシステムとの接続についてによれば、T システムで取得した情報と当該装置の情報等を統合することを明示しており、T システムの情報も犯罪捜査に使われる可能性がある。本システムでは通過する車両を特殊カメラで無差別に撮影し、画像からナンバープレートを判別するが、同時に運転者、同乗者も撮影されるとの憶測があり、プライバシーなどの人権侵害の問題が懸念される。1999年9月、新潟県中越地方の某警察署課長が女性警察官との交際をめぐり辞職したが、新潟県警察がこの課長の自家用車の動きを N システムで追跡していたことが、新潟日報のスクープで明らかになった。非番車の動向監視に用いられたことで悪用で、あるとの指摘がされているが、日常的に警察官、あるいは警察職員の私的な動向監視のためにも使用されている。2006年には、愛媛県警察の捜査員がウィニーを使用した際にアンティニーと思われるコンピュータウイルスに感染し、本システムが設置されている愛媛県、香川県、徳島県の国道及び高速道路を通過した車のナンバープレート情報と通過日時が記録されたファイルが他の捜査情報とともにインターネット上へ流出した事件も発生している。この際流出した情報は約10日分。車両台数にして10万台超とされている。高速道路上だけでなく、一般道の県境付近や大規模、石油精製施設付近、交換所付近、防衛関連施設、原子力発電所付近などにも設置されている。一部では、個人移動監視システムとも言われており、事実本来の容疑者の追跡の他に、上記のように警察官が、個人的に特定のものの動向を監視するために、使われた実績がある。車両前面のナンバープレートを読み取るように本装置を設置した場合には対象者がバイクを使用したときはナンバープレートを読み取れない。ナンバープレートを読み取りにくくしたり偽造ナンバーや他社のナンバーを悪用しながら移動する場合は対象車両及び対象者の発見が困難な場合もある。新たな地域名表示、ナンバープレートが導入されるたびにそれに対応するためのプログラムの改修が必要であり、そのための費用が発生する。契約の方法は随意契約である場合が多い。なぜならば、それぞれの製造メーカーが独自のシステムを構築、製造しており、ベンダーロックインで他社のシステム同士に接続することが困難なためである。現在、赤外光を遮断する特性を持つ遮断部材を装着したような車両であっても、高い読み取り率でナンバープレートを読み取ることができる当該装置が開発され実用化されている。前述の当該装置であれば赤外線カットナンバープレートカバー等を装着した車両であってもほぼ確実にナンバープレートの情報を読み取れる。自衛隊車両、外交官車両などの一般車以外の形式のナンバーを読み取ることができない機種もある。本装置は小型化されており、歩道橋、電柱、照明柱、標識や情報板の門柱など様々な箇所への設置が可能である。高速道路上でも問題なく読み取ることができるほどの速度まで観測ができる。約時速 180km で通行する車両も判読可能である。一部機種の本装置の記憶媒体には、車両の通過時刻、観測車両の走行速度、観測車線の交通量が一連情報として蓄積される。また、本システムを速度違反自動取締装置として利用する構想があるとの憶測もあるが、2019年現在も実現には至っていない。ありがとうございます。